ました。平和への使者、美佐子のピアノを囲みまして、会場の皆様もご一緒に、山下さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。時間がなくなってしまいましたもんですから、本当に2曲やりたかったんですけども、1曲だけ、ふるさとを、やっぱり自分たちの帰るふるさとがないと、と思いますし、本当の意味での平和の世界を作りたいなと思います。皆さんと一緒にふるさとを。プログラムを開いていただくと、横にあります、ひらがなだと思いますので。感じだと私が読みます。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。